こんにちは。こんにちは。今回ですね、後ろが白っていうね、ちょっと今日明るいですね。最近暗くて、はい、でしかも笑いもきつめだったから、うん、きつく見えるっすね。そうですね。なんか強く言ってるよ。見える。今日は洋服も白ですから。黒が多かったんですけど、はい、ちょっと白にして、やっぱ発言を柔らかく聞いてもらおうっていう。そういう魂胆があったんですね。やっぱ黒はね、きつく見えるでしょ。見えますね。あんまりきつく見えすぎてもね、うん、あれなんで、はい、今日は後ろも白バックで。ちょっとホワイトで、はい、柔らいで。優しくね、ゆっくり見てほしいっていう。今日の話題は、はい、ファンサービス問題っていう。まあ、ちょこちょこ話題になりますよね。なりますよね。なりますね。あと最近ではうん、X ジャパンのね、はい、吉木さんが、うん、なんかディナーショーかなんかでファンの人に腕引っ張られて痛いっていうね、はい、なんか痛めてましたけど、なんか手首の靭帯はもう切れてるらしいんですよね。プロ野球ではね、2月の松坂選手とかもありましたし、うん、はい、僕も春先東京ドームでファンの人に腕引っ張られたこともありましたし、ちょっと最近のファンサービスをもう一回考えようっていう。なるほど、はい、いや私まさに昨日、はい、まあ、今日の撮影日の前日、はいはい、渡辺義明選手が楽天でサヨナラタイムリー打って勝ったんですけど、はいはい、ファンサービスでやっぱ最後球場の中こうやってライブしてもあるんですけど、こう腕引っ張られてる絵がツイッターで出回ってましたね。スタンドの上から、スタンドの上から中村凛じゃないですか。じゃあだから、あ、こうはなってないですけど、こう私も私もって言ってちょっともう言ってるのにこう掴んでるような手首こうそれかりかえそっくり返ってて、うん、ちょっとなんか怖いなってなりましたね。やっぱそれちょっと危ないパターンですよね。気持ちもわからんでもないんですよ、多分思いの強さがね、そうするんでしょうね。そうですね。あとは球場とかだと、うん、お酒も飲んでる人もいるし、興奮してる人もいるし、うん、酔っ払ってよくわからない人が勢いで任せてやるパターンもありますよね、うん、はい、でも何やっても許されるわけじゃないんですよ。いやまあまあそれはもう何に関してもそうですからね、はい、だから多分そのごく一部の人の問題かもわかんないですけど、このごく一部の人がいるっていうこと自体が問題なんですよ。はい、ね、その考えずに行動しちゃう人がいるっていうことですよね。そうなんですよ。だからね、ここの言ってるんですよ、うん、ファンサービスも、はい、ファンサービスしてくれるのが当たり前じゃないですよね、うん、応援してくれるのも当たり前じゃないですね。応援してもらってありがたいし、うん、ファンサービスしてくれてありがたいっていう、うん、ファンサービスもしてくれて当たり前っていうこの雰囲気とか思いを改めてほしいんですよ。選手がいつもこう優しく接するわけじゃないんだと。そうそう、それがなんかもう当たり前やみたいなんで、しなかったら、うん、なんかあいつ冷たいみたいな SNS で書かれるんでしょ、うん、いやそんなこっちも24時間そのファンサービスできないんですよ。ファンにとったら野球選手なんてスターなわけですよ。そうすると、あ、ちょっとでもいいから触れたいとか写真撮りたいってなると思うんですよ。いや、そう、無理の1回のために。そう でも、はい、本当に撮りたい人もいれば、はい、ついでの人も絶対いるんですよ。あのそれいますよね、はい、ちょっと分かりますよね。なんか全然分かります。なんか、ね、うんうん、あの撮ってくれるんだったら、うん、どうせ写メとかいつでも消せるし、うん、撮ってもらおうみたいな、うん、今ね、ありますね、映るんですじゃないんで、枚数もね、枚数も、ね、ないし、うん、っていうのもやっぱ分かるわけですよ、うん、そのついで感が、うん、で、あのお約束のように、はい、ファンなんですって言うんですけど、うん、いやファンって言ったら何でもいいと思ったら覚えちゃえよっていう嘘やろって思うんですよ何でもやってくれて当たり前じゃないし、うんうん、しかもその興奮しすぎて腕引っ張るとか掴むとか、うん、で我先にっていう。だから僕も昔現役の時にサインしてて、うん、結局自分だけは欲しいんですよ、はい、自分だけはやってもらいたい、自分だけは握手してもらいたいっていう思いが強すぎて、はい、もう子供とかなんとか関係なしに押し寄せてくるんですよ。ただ前の子供たちは壁に押し潰されそうになるし、コーンを倒れそうになるし、危ないくなりますよね。だからそのなんかあの醜い人間の本性を見せるのやめてほしい、うん、まあみんなワガサギワガサギだ、いや本当もう野生の動物かっていうぐらいの勢いで来る人もいるし、常識守ってちゃんと並んでくれてる人もいるし、うん、でもそういう人がいると全員が迷惑するし、うん、亡くなったら困るじゃないですか、まあ、そうですね。僕も断るのも心苦しい中断るんですよ、はい、だからもうそんな時に言ってきてほしくないっていう思いもあるんですよ。あの佐々木サインしてくれへんかったら冷たいとか冷たくあしらわれたとか、うん、あのって SNS ですぐ書かれる時もあるんですけど、うん、じゃあこの時に断るのは正解かどうかちょっと確認してほしいです。わかりました。だから判定してください。僕が間違ってるか正しいか、はい、正しかったら丸、はい、まずね、じゃあこれいきますよ、はい、いきますね。家族でご飯を食べてますと、まだご飯食べてる途中ですと、お店でなんかお店で、ね、子供がファンなんで写真撮ってくださいっていきなり言ってきたんですよ、はい、で僕は 今現状は無理なんで、うん、あのちょっとできないですって断ったんですけど、うん、これは断ってもいいのか悪いのかっていう。なるほど。じゃあ判定は正しい。そうですよね直事中は、
食べてる途中ですよ。まあそうですよね。それでお店の中で写真撮ってくださいって、いや断る方も心苦しいから、あの言ってほしくないですよ。でなんかあの目の前のおじいさんがバツってやってるんですけど、でそういう人がいるから困るんですよね。店出た時に撮ってくださいだったら分かりますよね、まあ、それが一番常識的ですよ ね、 そうそうね、店の外で、店にも迷惑になるかもしれない し、 外で待っててこう帰る時に一枚すいませんいいですか、それだったら撮ったかも分かんないし、でもっと言えば店の中で撮ったら他のお客さんが何やってんだろう、あれって発見されるパターンもあるじゃないですか、で撮ってくれるんだったら私はもうって言って群がりますよね、横にご飯食べれないですよね、これは判定は丸でいいんですよね。まあまあまあ、あの常識的には丸だと思います、だから常識のない人は×っていうかも、ただまああのねあれですよ、あのまあすごく里崎さんのことがもうめちゃめちゃファンかもしれないけど、もうどうしても写真撮りたい、でもああもう次も行かないといけないとどうしようってなったら、それはもう我慢ですよね。我慢ご飯食べてる途中ですよ。まあそうですよね、そうですね、はい、じゃあ次です。もうまだあるんですね、はい、最近のことなんで、はい、ショッピングモールで両手に買い物袋を5、6個持って、両手はもうこうやってこうなった感じでやってますと、いきなり来て、佐々木さんですよね、写真撮ってください、いやちょっと今の現状じゃ無理ですこれはどうですか。まあまああの常識的に考えたら佐々木さんは正しいですよ、無理です、ね、ちょっと待ってください、常識的にってなんですか。なんか正しくないみたいな、ショッピングモールですよ、それによって一人によって、もうあと狙ってますからね。あ、まあまあそれも、後ろが、僕は握手とかならするんですよ、すぐ終わるんで、写真ってなると、で最近の写真スマホでしょ、絶対2回以上撮るんですよ。ああもう一枚ですかって、はい、いやどうせ変わんないって。人に見せて自慢するんですか。自分の中で僕はね、子供の時から南野陽子さんの大ファンだったんですよ、ハイカラさんの通るか、吐息でネットとか、ね、あっからもそばにいてとか、CD も買ってすごいファン で、でもプロになってすごくなったら一回は会いたいと思ってたんですよ、で引退してもなかなか会えなくて、去年かな、南野陽子さんがやってる番組があるんで、そのゴールデンウィークにね、あのそれに出ますって言われて、絶対出ますって出て、で写真撮ってもらったんですよ、嬉しくて、そんなの別に人に見せないですもんね、自分で喜んでる自己満なんで、だから何かにアップすることもないし、でも別にだからこんな顔でもいいじゃないですか、こんな顔になって、でももう本当に会いたくて会いたくてしょうがない人と一緒に写真撮って、やっぱスターはこうすごいこう決め顔なのに自分がこうなったら嫌じゃないですか。いや別にだってそっち見ないでしょ、だってだどうせ誰にも見せないんだから、メインはこっちの人が映ってくれるのが嬉しいわけで、綺麗に収まってるのが宝物なんですよ。いやもっとだから撮られる練習、マッチ師のこのいつ僕なんてもういつも変わんないですもん顔。マリンスタジアムで唐揚げ大賞亭っていうところのオフィシャルサポーターやってるんですけど、来てるお客さんに、あ、唐揚げ買ってくださいね、じゃあ写真撮りましょうか、サインしましょうかって言って、30分から1時間ぐらいしてるんですよ。僕も解説時間あるからずっとそこにいるわけにいかなくて、一人で3枚も4枚も5枚も撮ってると一人に咲く時間が長くなるじゃないですか。もっともう勝負のワンカシャにしてほしいんですよ。そしたら他の皆さんもいっぱい取れるんで、まあ、スター選手になったらそういう悩みってあるかもしれないですけど、そらせさきそ、そらせさきそ、そらせさきそ、さ、里崎言いにくいですね。なんでですか、この流れで。あれあのあれ、あれですよね、はい、元アナウンサーさんですよね。そうですね、人の名前噛むってファンサービス以上に失礼な話ですよね。しかもなんかあのあたかも名字が言いづらいみたいな、あの私のせいじゃありませんよみたいな。東京ドームで、あのアナウンスしている女性の方いるんですけど、取材に答えられてたんですけど、今までの歴史上で一番名前がアナウンスしづらかったの僕らしいです。そうなんだ。里崎って何でしょうね、あの作業が多いからかな。いやめっちゃ僕も言いにくいですもん。だから電話で言って、あどちら様ですか、あ里崎ですけどって言われて言ったら、もうほぼ 100%あの聞き取ってくれないです。そうなんです、ね。笹崎とか、いやさとざきって言います。さとざき。はい、わかります。わかります。あの長くやっていくのに、もう名前こ噛むなら鋼鉄ですよ。ごめんなさい。で何が言いたかったんですか。もうそれはスターゆえの悩みですよってことですよ。え、なんでですか。え、だって若手の頃って写真撮ってくださいって結構来たら嬉しくなかったですか。最初ですか。最初。めっちゃ嬉しかったっすね。もいるってことですよ。はあはあ、だから、なんか調子に乗んなってことですか。そうですそうです。スターゆえですよっ
っていうこと。もうまあそうなんですけど、はい、まああのね、写真撮るとかはまだそれでいいですけど、はい、怪我させちゃまずいんで、怪我すると問題になるし、それぐーって集まってきて、うん、さこれね、夏休みとか休みの日で、ね、子供たちとか、はい、いろんな人たちが怪我しちゃダメなんで、うん、そこはね、僕のなんか写真撮る撮らないは笑い話ですいますけど、はい、あのその万が一何かあった時大変なんで、うん、あの周りの皆さんにね、怪我ないように気をつけて、節度のある行動をしてもらいたいと思います。はい、常識守ってください。